はい、今日は小さい本、あ、思考のバクティの小さい本の人は124ページの悪しき思いや雑念の5段階の対処法ってやつね。大きい本ですね。この人いいのかな。うん、わかります。84ページだよ。はい、じゃあ、新しいところあるね、ちょっと読んでもらいましょうかね。じゃあ、乾さん。はい。ある時、お釈迦様は弟子たちに向かってこのような教えを説きました。不摂生、不動、不邪淫、不毛語、不器語、不悪口、不良舌、むさぼらない、怒らない、正しい見解を持つという10の善の道を治め、さらにそれを超えた8つの色界と無色界の瞑想の世界へと入っていくには、時に応じて次の5つの修行に心を注ぐべきである。1、ある現象が生じたとき、それによって心にむさぼり、剣を愚かさを伴う悪い思いが生じる。この場合、修行者はすぐに心を転換させ、善の思いを生じさせる思いへと心を向けるべきである。2、もしそれによってもまだ悪い思いが消えないならば、次にそれらの悪い思いがいかに苦しみを生み出すか、そのデメリットについて考えるべきである。3、もしそれによってもまだ悪い思いが消えないならば、それらの思いを無視し、そこに心を集中しないようにすべきである。4、もしそれによってもまだ悪い思いが消えないならば、それらの思いを生み出している原因や条件を観察すべきである。5、もしそれによってもまだ悪い思いが消えないならば、歯を食いしばり、舌を上顎につけ、心によって心を強く抑え込むべきである。これらによって修行者は心において被害者となる。思うべき思いを思い、思わざるべき思いを思わないということが可能になる。それによって修行者は割愛を断ち切り、自我意識を死滅させ、苦しみを消滅させることができるだろう。これは原始仏典の高僧即死経の一節ですが、大変実質的で面白いですね。この世に生きているといろいろな心を揺らす現象があるわけですが、そういったいろいろな現象によって心に悪い思いが生じたとき、どのように処理し深い瞑想に入っていくかということを5段階にわたって説いているわけですね。つまりこれは、1、日常生活の中で悪い思いが生じてきてしまったときの対処法、2、瞑想中に生じる雑念や悪い思いへの対処法の2つの意味で応用実践することができます。そのまず第1は、念生地の実践と言っていいでしょう。悪い思いが生じたと気づいたその時に、正しい教えに基づいた思いに心のチャンネルを変え、転換させるわけです。はい、一旦切りますが、まあ、これは非常に面白いね。まあ、これは実際、原始仏典のね、勉強会でやったことありますね。この高僧即死経ってはね、なんか高僧即死経ね。で、これはその、まあ、いわゆる原始仏典なんで、まあ、一応一番原初的なお釈迦様の教えに近いと言われているその経典の内容なんですけども、まあ、非常にその、なんというかな、リアルなというかその、細かい瞑想のプロセスが、プロセスというか瞑想に対するアドバイスがね、あって非常に面白い。ちょっと読んでいくと、まず不摂生、不中、不動、不邪淫、不毛語、不器語、不悪口、不良舌、むさぼらない、怒らない、正しい見解を持つという10の善の道を治め、さらにそれを超えて8つの色界と無色界の瞑想の世界に入っていくには、時に応じて次の5つの修行に心を注ぐべきであると。仏教というのは、まあ、これは基本的にヨガも同じなんですけど、まず第一段階、まあ、まずね、この、まあ、仏教では3回を唱えるわけですね。3回というのは、まあ、仏教の言葉で言うと欲界、色界、無色界。欲界とは欲の世界ね。色界というのは色の、界、世界と書いてある色界ね。で、無色界、色がない世界、まあ、色ってのはこれは形の子ですけど、形のない世界、無色界。これヨガ的に言うと、その我々が住むこの三次元的な現象界と、それから、2番目が微細な世界と言われるね、スクシュマ、微細な世界、まあよく英語ではアストラルと言われる、その、なんていうかな、まだ物質はあるんだけども、精妙なるこの世とは違う物質でできた世界で、3番目が、原因界、あるいは、まあ、英語ではよくコーザルと言われる、
物質がない我々のそのこの物質世界を生み出す原因大元となるデータ情報だけが存在する、無色界あるいはコーザルという世界がありますよと。でこの3つの世界があってでまず第一段階ではとにかく我々はこの世からまだ、抜けられていないので少なくともこの世においてまずいい状態を作りましょうと。でこの世においていい状態を作るのは単純に言うと良いことをして悪いことをしないそれだけだと、ね、でこれはつまりその善をなし悪をなさないというのは単なる社会道徳ではなくて自分の中のこの要素自分のカルマを、良くすることによって幸せの要素幸福になる要素をためそして、苦しみの要素ね苦しみの原因を断っていくと、まあ、もうちょっと具体的に言うと、まあ、いつも言ってますけども、まあ、大乗仏教に来る6パラミツ6つのパラミタの最初の不正自戒ニンニクってやつをね、まあ、もうちょっと簡潔に言うとまずいろんな形で徳を積まなきゃいけない。それはまあ不正でもいいしあるいはいろんな形で人を幸せにするあるいはさまざまな形の、まあ、良き行いを行うと。そして逆に戒律ね、悪いことはもちろんしない。もちろん過去にいろいろしてきたかもしれないがこれからは絶対しないと。この常に善をなし悪をなさないこれを徹底的に行う。しかしそれは行ったとしても過去に積んでしまった悪がある。もうすでに積んでしまった悪はこれは取り消せない。もうそのなんというかなセッティングされてしまってる。しかし少なくともその真のダルマに気づいた後は新しい悪は積まないんです。新しい悪は積まずに善だけを積む。しかし過去に積んだ悪は残っている。これはチャラにはならない。でこれは皆さんなら分かると思うけどちょっとこれも簡潔に言うけども皆さんが本当にそのような情行の道真理の道あるいは正しい道に入った場合なんていうかな面白い話ですけどもその、過去の悪業の清算に入るんですね、うん、あなた、まあ、つまりヤクザから足を洗ってねあるいは悪党の道から足を洗ってこっちに来ましたかと。でも過去のも清算しないとちゃんとこっちに来れませんよという形で自動的に清算に入ります。でその清算のは受けなきゃいけない。でそれがいろんな形の苦しみという形でやってくる、まあ、例えば過去に人の悪口ばっかり言ってた人は当然逆にみんなから悪口言われるようになるだろうし人に意地悪ばっかりしてた人は、ね、意地悪されるようになるだろうしあるいはそうだな何らかの、まあ、殺傷とか暴力とか、まあ、これは根性だけじゃなくてね過去性も含めて肉体的な悪を積んでた人は、まあ、病気とかあるいはさまざまな怪我とかあるいはまあ原因不明の痛みとか、まあ、もしくは修行の場合ねこの座法の痛みであるとかいろんなの耐えなきゃいけないかもしれない。ただこれはいつも言うけども実際にはこの、比率っていうかなその、自分が積んだ悪と受ける苦しみの比率は修行者の場合は大変ミニマムになってます、うん、これでいいんですかっていうか、ね、だから中に偉大な聖なるブッダっていう弁護士が入ってくれたもんででもゼロにはならないよね。ゼロにはならないけども弁護士の力によって、なんとかそうだなこれは冗談じゃなく1億分の1ぐらいしましたよと、うん、でもこのね認識がないとみんな耐えられない。つまり例えば先生最近苦しくてたまらないと、ね、もう原因不明の例えばですけどね例えば膝が痛いんですとあるいはそうじゃなくてもう本当に人間関係悪くなっちゃって、ね、修行を始めたら会社中からもうバカにされて大変だともう生きていくのも辛いとわーわーわー言ってると、うん、でもそれは見る人が見たらあなたこのままだったらそれを落とさないで死んだら悲惨な世界に行きますよと、ね、地獄かもしれないあるいは地獄じゃなくてもとんでもない悲惨な世界に行ってたかもしれない。それがものすごいミニマムもう信じられないぐらいまさに1億分の1ぐらいのものすごい微妙に返ってきてるわけだからその全体が分かる人から見たらこんなチャンスないですよと、ね、あなたは過去あるいは過去世から積んできたこの膨大な悪業をたったこれだけたったちょっと人間関係悪くなるとかねたったその人に意地悪されるとか、ね、たったちょっと一時的に体が痛くなるとかそんなんで落とせるんだったらもうこれ以上のなんていうかなチャンスはないと、うん、喜びだと思えるんだね、
でも人間ってバカだから、その場その場でなんていうかな、相対的に自分が感じてる苦痛あるいは不幸っていうものを大きく捉えてしまって、なんで私はこんな苦悩を受けなきゃいけないんだと、まあ、だからね、やっぱりいつも言ってるけど、懺悔ってとても大事なんだね。懺悔って皆さんまだ過去世のことは分かんないかもしれないけど、過去のことはいろいろありますよね。つまり生まれてきたか今まで積んできた悪がいっぱいある、うん、でそれをちゃんと清算しなきゃいけないと思ったら、なんていうかな、ちょっとぐらいこの世でいろんな不幸があったからって、あ、なんかカルマを落とすような浄化のプロセスがあったとしても、それ文句は出ない。ああ本当にありがたいと、これ主の神のブッダの恩寵によってこんな小さな形で私のあの膨大な悪を落としてくださるのかと、もう喜びでいっぱいになるんだね。まあそれはいいとして、この仏教のプロセスとしてもう一回言うよ、まあ、徳を積むと、いろんな形で徳を積む、そして、今以降絶対悪はなさないと、そしてその恩寵によって生じる苦しみに耐えることによって過去に積んだ徳は、あの徳を浄化していくと。でこれをすると当然もう数学的に、その人のカルマの中身っていうものは善でいっぱい、悪はまあゼロとは言わないが、まあ、非常に少ないと。で全てはカルマの法則なんで、カルマの法則ってつまりあのこの物理的な法則だからね、つまりその、まあ、つまり物理学的な作用反作用とか、つまりその、成したものが帰りますよと、あるいはそのアクションと同じものがこちらに帰ってきますよと、で それが何というか物理世界だけじゃなくて現象あるいは全ての精神的なものを含めて、何というかな、自分の中でストックされてると、でそれが善の、因がほとんどになり、そして悪の因がほとんど少なくなったならば、その人はこの世に生きてるだけで幸福であると。これがまあ第一段階ですね。ちょっと今日は基本的な話になってるけども、だからこれも繰り返してるけどね、あの例えば一般的な宗教あるいはスピリチュアルの世界とかで、あのこのカルマ理論を無視してあの幸福になろうとする道、これは全部ある意味魔術であり、あるいは、まあ、お釈迦様が言うところの下道ですねちょっと言葉悪いけどね、下道言葉悪いけども、あのそれは悪しき道なんだね、うん、一時的にはよく見えるかもしれない、一時的に確かに幸福になったりするか、することあるからね。それはその、まあ、いつも言ってるけど新しい人もいるんで言うとね、そのそういった道っていうのはちょうど、まずはこれは例えですけどね、あの器があって徳の器があると、つまり幸福になるための徳の器があって、で徳の器の中に徳のエネルギーが少ないから、まあ、幸福になれないわけですね。でこういう人がでも幸福になりたいって言って、そういうちょっと特殊な、例えば、ね、それはお祈りかもしれない、なんかいろんなグッズを身につけるかもしれない、ね、あるいはヒーリングかもしれない、でその何らかの作法によって幸せになると、このプロセスっていうのは何らかの仕組みによってその非常に少ない徳を飛釈かなんか使ってこう無理やり取ってるのもなんです。でそれで当然一時的には幸福になります。でも中身はまた少なくなるから、本質的には幸福じゃないし、将来は大変な苦悩が待っている。じゃなくて、何度も言ってるけどお釈迦様の言葉で言うと、お釈迦様がまず進めてるのは、苦毒の器から溢れ出る苦毒で生きなさいと、ね、つまりこれは逆に家宝は考えない、うん、早く幸福になりたいと思わずにひたすら善を積むと、ひたすら今言ったように悪をやめると、ひたすら苦しみに耐えると、そうすると今言った、まあ、比喩ですけども、比喩としての幸福の器に徳がどんどん溜まっていって、で限界があります、その人のキャパシティね、キャパシティを超えた段階で漏れます、溢れ出ます。つまりちょっと変な言い方すると、利子で生きれるとつまり願わなくても勝手に幸福になっちゃう、幸福になりたくないと思っても勝手に幸福になっちゃう、これが現世的なんですよ、あくまでも現世的なレベルにおける真理の生き方です。で繰り返すけども、そうじゃない、そのカルマというものを無視して、例えば神秘的な力によって、あるいは意志の精神集中によって、あるいはさまざまなスピリチュアル的な方法によって一時的にその徳の力を持ってきて、あの幸福になろうとするやり方っていうのは、まあ必ず最後にしっぺ返しがあるし、あるいはその本質的には自分の中の徳がなくなってるから、あの決してその精神的にも満たされない、
不幸な道だということね。で繰り返すけども、そうじゃない仏教あるいはヨーガでもそうですが、正しいその道に入った場合、まず第一段階ではそのように徳を積み悪をやめることで幸福になりましょうと、はい、しかしこの徳を積み悪をやめて幸福になったとしてもですよ、その人はまだこの欲界、つまり欲の世界、三次元宇宙の輪廻の中に閉じ込められている。これは問題があるわけですね。問題があるっていうのは、まあこれはこれもヨーガでも仏教でも、天界の神々になることはあまり良しとしない、うん、なぜかというと終わるから。つまり一時的に徳をいっぱい積んで、ね、我々はこの人間界で幸福になるかもしれない。あるいは死後天の神に生まれて、ここで言う神っていうのは絶対者じゃなくて、いわゆるデーバってやつね、愛欲、まだ欲望を持ってる神に生まれるかもしれない。でそこで大変な喜びを味わうかもしれないが、徳がなくなればまた終わるよね、うん、もちろんどんどん徳を積み続ければまた喜びはやってくるけども、でもこのなんていうかな、我々が今こうして誰もに巡り合い、さあ修行しようとか善をしようとか悪をやめようとか思えてるこの心の状態ね、これも無常です。つまり将来そうじゃなくなるかもしれないよ。将来なんか悪いカルマが出てきてまた悪の道に入るかもしれない。そうするとまた苦しみの世界に落ちると。あるいはまあこれも簡潔に言うけども、よく仏典とかが書かれてるのは、あの天の神っていうのはさ、つまりデーバっていうのはもちろん人間よりも上だから、もちろんバカじゃないんですよ。バカじゃないし人間の知恵はあるはずなんだが、あまりにも楽しい、あまりにも至福であると、まあ、下脱ではないから下脱の至福まではいかないんだけど、天の喜びっていうのは人間と比べてものすごい。でそれはもちろん天の欲望の天っていうのは人間界と同じような煩悩がいっぱいある。例えば食べ物があると、うますぎるだろとなんじゃこれはともうこんなもの食べたことがないと。あるいはその異性との喜びも、例えばそれはね、例えばその女神、まあ、男性の神の場合ね、女神がやってきて、その女神を見るだけで、その女神の体を触れるだけで、なんだこのエクサシーはってのがバーってやってくると、もう見るもの、聞くもの、触れるもの、味わうもの、全てがエクサシーで満ちていると。でこのようなもうなんというかな、ありえないぐらいの快楽の中にいると、でも知恵あるんですよ。つまり修行やんなきゃな、あるいは、徳積み続けて悪をやめないとまた落ちるぞって分かってんだけど、まあちょっといいかとちょっとぐらいいいかなと、うん、分かってるけど、まあこれは皆さんの経験あるかもしれない。皆さんは例えば、まあ皆さんはもちろん素晴らしい縁があってこういう修行の道に巡らってるわけだけど、逆にさ苦しい時の方がなんかやる気になりますよね、うん、つまりいろんな苦しいことがあったり、いろんな悩みがあったりすると、もう修行しないと、とね、悟らないと、ね、あるいはもうこんな状況嫌だと、なんとか抜け出すために全力で修行しようっていう気持ちになるかもしれない。でもいろんなことがうまくいってて、ほんわかしててると、ちょっと怠惰になってくるよね。まあもちろんそうじゃない人もいるだろうけど、そうじゃない人はとても素晴らしいけども、人間のその発想としてね、感情として、まあ、ちょっといい状態が続くとちょっと無知になってしまう。で天の神って同じように、同じようにというか、その何倍も何十倍も何百倍もその、快楽の中に、ね、長い間つけられるわけだから、その中においてまあいいかみたいな感じで、その徳を積まなくなってしまうんだね、修行しなくなってしまう。そうするとあっという間に蓄積した徳がなくなってしまうと、でまた低い世が落ちるこの繰り返しを結局続けることになってしまう。だからもう一回言うけども、例えば最悪なのはエゴを肯定し悪を肯定し、そして目の前の、ね、快楽を貪り、こういった生き方は もちろん最悪だと。でもうちょっとそこから進んでカルマの法則に巡り合い、カルマの法則通りに善を積み悪をやめる生き方によってこの世で幸福になる、これはこれで素晴らしい。しかし繰り返すよ、これは無常です、うん、つまり延々とまた生まれ変わらなきゃいけないから、この延々と生まれ変わりの中で徳を積んで悪を滅して やっていければいいけども、必ずその破綻が来る。また無知がのカルマがやってきてまた、苦悩の世界に入ってしまうかもしれない。よって我々はこの欲の世界そのものを超えなきゃいけない。
で簡潔に言うとこの欲の世界を超えた世界がさっき言った色界あるいは微細な世界アストラルと言われる世界がありますよと。でさらにその微細なる世界色界を超えたところに原因界あるいは無色界と言われる、まあ、心だけっていうかな情報だけの、世界がありますよと。で最終的にはそれさえも超えつまりこの3界3つの世界を超えたのが、まあ、ニルバーナ、まあ、仏教的に言うとねニルバーナあるいは、まあ、もちろんヨーガ的に言うとシンガあるいはブラフマと言ってもいいけども その、まあ、そもそもこのなんていうかな、マーヤによって作られたこの三重構造の世界全体を超えるというかこの夢から覚めるとこれは最後のニルバーナ段階ですね。しかし段階的には繰り返すけど、まずこの世で幸せになりそしてこの世を超えて色界に突っ込みそして無色界心だけの世界に突っ込みそしてその心さえも消して、消滅させ夢から覚めニルバーナあるいは我々の心の本性本当の私たちの本質であるシンガあるいはブラフマに至るというプロセスですね。はい、でちょっとここに戻るけども、ですからまあ最初に言ってるのはその最初のこの世におけるカルマ的な、段階ねつまり不摂生不動、まあ、これは仏教で言ってる10回ね10の戒めですけども、まあ、これも簡潔に言うとまず、まあ、不摂生っていうのはさこれはいわゆるアヒンサーといってそのまあ、ヨガとかでは日本ではよく非暴力とか訳してますけどつまり他者を害さないということですね。いろんな意味で他者を害さない他者を害さずに逆に、慈しみ慈愛を持って人に接するとあるいは物を盗まない盗まずに逆に人に物を施す不邪淫これはその、まあ、これはそのいろんなパターンがあるけども、まあ、本当に真剣にその例えば出家をするとか、世を捨ててその下脱の道を歩む場合はもう一切の性的をしないと、まあ、そうじゃなくてそのパートナーがいるとか結婚している場合はまあいわゆる浮気をしないとかね不倫をしないというやつですね。邪悪な性的を行わないと嘘をつかず妊娠率のみを語る不記号っていうのはまあ意味のない言葉ね、まあ、冗談とかギャグとかそういうその、意味のない軽薄な言葉は言わないと意味ある言葉だけを語る不悪行は悪口を言わずに優しい言葉あるいは相手を幸せにするような言葉だけを語る不良ですってのは、まあ、あの人を仲違いさせる言葉ですね。人を陥れて誰かをの中を裂くような言葉を語らない逆に人を和合させるような言葉を語る、はい、そして心において貪り怒り、ね、をやめ、それ正しい喧嘩つまり無知を超えて正しい喧嘩を持つと、はい、このようなこの世における、真空意ね肉体言葉そして心における徹底的な善を積み悪をやめていく、はい、そしてそれを超えた色界と無色界の世界に入っていくには、そのようなカルマの法則の世界だけではなくてより高度な瞑想が必要になってます、はい、そしてでここからがこの、今回のテーマの話ね。でこの瞑想も実は ここではあまり、瞑想の内容に関してはあまり突っ込まれていない、まあその心によって自在者となるって書いてあるね思うべき思い思わざるべき思いを思わないというのが可能になるそれによって修行者は割愛を断ち切り自我意識を示させ苦しみを消滅消滅させるのができると、まあ、仏教の瞑想っていうのはいろいろただまあそうですねヨーガ的な言い方すると例えばジュニアナヨーガあるいはラージャーヨガ的な瞑想が多いねつまりその、ひたすら精神集中をして深く入っていくやり方かまたは、分析ねしかもそれは否定的分析否定的分析っていうのは、これは本質だねあれも本質だねただ私の肉体というのは本質ではないとか私が感じているこの五感の感覚も本質ではないでそれはどういう意味でそうなのかこういう形で、肉体なんてね、本質はないじゃないかとあれは感覚心あれは私が持ってるさまざまな観念というものすべて本質ではないとかねいろんな形で分析そしてまあ何ていうかなあの否定していく道ですねはい、まあ、そのようなやり方が多いわけですが、まあ、瞑想のやり方はどうにしろ、我々はその瞑想する時っていうのは一つの瞑想のテーマ
あるいは、ベクトルがあって、それに一心に集中しなきゃいけない。しかし実際にはそれを阻害するいろんな悪い思い、あるいはそのテーマとは逆の思い、あるいはまあなんていうかな、悪いカルマから来るさまざまな悪い習性ね、こういうのがぐっと浮かび上がってくる。その時にどうするかっていう話ですね。はい、でそれここに書いてるように、これはその現代的な応用としては、今言ったさあ瞑想中に、ね、ある瞑想をしようとしてるのにその悪い思いが出てきた時にそれに対してどう対処するかっていうのは一つね。そしてもう一つは、瞑想じゃなくても、つまり普段の生活の中で、あるいはまあ瞑想じゃなくてもなんかね、修行とかしてる時とかに、あるいは人と接してる時に出てきた悪い思いに対してどう対処したらいいのかということの一つのまあアドバイスだね。はい、でその一番目が、ある現象が生じた時、それによって心にむさぼり、嫌悪、愚かさを伴う悪い思いが生じる。この場合修行者はすぐに心を転換させ、善の思いを生じさせる思いへと心を向けるべきである。はい、でこれはちょっとその解説が、そのまず第一は燃焼地の実践と言っていいでしょう。悪い思いが生じたと気づいたその時に、正しい思い、正しい教えに基づいた思いに心のチャンネルを変え、転換させるわけです。はい、これはもう本当に、カイラスでは繰り返しといてるね、燃焼地ね。さっきちょっと最初に読んだ、8つの心の訓練とかもそうですが、ああいうその心の訓練ね、の教えっていうのは、まあ仏教の核と言ってもいいわけだけど、その燃焼地っていうのは、繰り返すよ。燃焼地の定義っていうのは、まずその日々自分の心をチェックすると。そしてもし悪しき、ここで言う悪しきっていうのはエゴに基づいた思い、あるいは法に反する思い、つまり教えに反する汚れた思い、あるいはエゴから出てくる思い、これが出そうになったら、あるいは出てるって分かったらチェンジする、正しい思いにチェンジする、これ燃焼地だね。でこれこそ仏教の核と言っていい。なぜ核と言っていいかというと、まあいつも言うようにね、我々がもし膨大などんな教えを学ぼうが、燃焼地しないと意味がないんだね。どんな素晴らしい教えを学ぼうが、それで心をなんていうか染め上げないと全く意味がない。でこの染め上げるって意味は、例えば本を読んでなるほどじゃないよ。これはでも第一段階、なるほどこれはいいけども、その時感動しただけで普段の意識は変わってない。で普段の意識どうやって変えるんだって言ったら、もう見張るしかない。ちょっとでも変わってなかったら違うだろうと。これは第三者的な感じですね。よくその仏典ではちょうど警備人のように、その自分で自分の心を見張るってわけだけど、自分でちょっと第三者的に自分の心を見張っといて、違うだろうと、ね、こっちだと、バーッとまた例えば人に対する嫉妬が起きそうになった、嫉妬じゃないだろうと、そこ称賛でしょと。あれ怒りが起きそうになった、怒りじゃなくてそこ慈愛でしょと。むさぼりが、むさぼりじゃなくてそこは相手への奉仕でしょと。例えばね、我々のエゴはすぐに教えと真逆に、あるいは慈悲よりもエゴ、ね、教えよりもエゴ、こっちの方に行きがちであると。で第一段階として皆さんは教えを学んでるから情報入ってる、ストックあるね。真理においては、あれ仏教においては、ヨーガにおいてはこういう考えですよ、こういう時はこういうふうに考えなきゃいけませんよ、これ入ってる。で現状は心は全然違う習性に追われてるから、全然違う働きをする。だこいつをはっきり言うと教育しなきゃ、まあ、入門大行論とかそういう書き方のオンパレードですけども、このバカな心ね、自分の心バカなんです。この自分の心バカなって言ってるこいつは何なのかっていうと、こいつは何度も言ってるけど、まあある言い方、ヨーガ的に言うならば、そうですね、ヨーガ的っていうか、ちょっと分かりやすく言うならば、聖なるブッディってやつです。聖なるブッディってのは理性ね。聖なるって言ってるのは悪い理性もあるから、じゃなくてヨーガ修行者としての理性、ヨガ修行者の理性を持って、このね、どうしようもないバカな子供のような、自分の悪しき心を調御するんだね。コントロールっていうか訓練して教育していくと、しつけていくと。
でこれを24時間一瞬一瞬も目を離さずにやり続ける、これは念処置ですね。これは最も大事と言ってもいい。繰り返すけども、どんなに素晴らしい教えをたくさん学んでも、あれどんなに素晴らしい、ね、考え方をたくさんインプットしても、それがそれによって心が変えられていなかったら、心はそれに、まあよくその訓習というわけですね。訓習ってそのあのお香とかでいぶしてこう布に完全に匂いを染み付けると、そういう形で完全に教えっていうものがここに染み付いていなければ全く意味がない。で皆さんが多くの教えを学んで、しかし心の訓練をせずに死んだら、あの来世にもちろん持っていけないし、それはちょうど百科事典の目録だけを持ってるようなものだね、うん、百科事典の目録があると、しかしそれが全く身についていない。だからどの教えが一番素晴らしいですかではなくて、教えを身につけること、それが一番大事です。ちょっと若干ずれるけど、皆さん聞いたことあると思うけどね、私の好きな話で、まあ、有名な話だけど、ミラレパとガンポコの話があるよね。ミラレパとガンポコのっていうのは、その、まあ、チベットの偉大な容疑ミラレパの一番弟子ガンポパっていうのがいて、まあ、このガンポパっていう人は天才的な弟子だったんだけども、まあミラレパの元にやってきて、まあそうですね、十数ヶ月徹底的に修行して、まあ、基礎的な経験は全て終えてしまったと。でそこでミラレパはそのガンポパを武者修行に行かせるわけですね。つまりその、さあこれからお前は、放浪しながら修行しなさいと。そして、まあ、ある段階になったら人々の教えを解いて法を広めなさいと、そういうその布教の旅に出させるわけですね。その別れの時にミラレパはすごくもったいぶってね、まあ一番弟子だからさ、ほとんどの教えをもう与えてるんだけどいや実は私は最も偉大な、仏教の核ともいえる最も偉大な教えを持っていると。しかしこれはあまりにも貴重すぎて誰にも任せないと、もう誰にあげるのももう本当にもったいないぐらいの本当に最高の教えだとか、もったいぶって言うんだね。でそれはそれで、じゃあなみたいな感じで頑張れよみたいな感じででガンポパはじゃあ行ってまいりますって感じで行くわけですね。で本当にもう声が届くか届かないかぐらいの遠くに行った時に、ミラレパもう一回呼び戻す、ね、やっぱもう一回来い、戻って来いと。で戻ってきたらミラレパがさっきの教えもう誰に与えるのも惜しくてたまらないが、お前以外に与えられるやつはいないと、お前最高の弟子だから、お前以外に与えられるやつはいないから与えることをすると。それこんだけもったいぶられたからね、ガンポポも喜んで、あれくれるんですかとあそこまでね、もったいぶってあげないとか言ってたやつをやっぱりくれるんですかと。でもすごい喜んだけどね、わ本当に嬉しいと。でまあチベットの伝統ではさ、そういった教えを受けるとき、マンダラ供養とかやるわけだけど、そういうのをやるべきでしょうかと。ミラレパは、いや、それは必要ないと。ただこの教えを絶対忘れないように してくればそれでいいと。で、何をしたかっていうと、いきなりこう服をまくり上げてね。まあミラレパって本当に偉大な苦行者だったから。その長い苦行生活の果てに、もう体がボロボロになって、まあ、実際どうなってたか分かんないけども、体中にいろんなそのタコとか傷とかいっぱいあったんだと、まあ、その何て言うかな、苦行の跡的なその体のいろんなボコボコの状態を見せてね、これが仏教の真であると、仏教の核心は実践であると、お前も日々絶え間ず日々ニンニク精進し実践し全ての教えを身につけなさいと、まあ、これ非常にミラレパのうまい教育だね。これでもうガンポパはそのなんていうかな、出来事がものすごく心に刻みつけられる、まあなんていうか師匠の言ってたことが非常に分かったわけだね。はい、だから本当にその教えっていうのがあって、どの教えが素晴らしいですかではなくて、教えを実践する、そして教えを身につける、あるいはお釈迦様の言い方をするならば、お釈迦様は何度もこれも言ってるけど、弟子たちに法の相続者となると、で私は君たちにね、え君たちは私の息子のようなもんだと、しかし普通の親のように、ね、お釈迦様は放浪修行者だから、お前たちに残す財産は何もないと、しかしお前たちは法の相続者となると、ね、
私が君たちに相続するのは誰まであると。でこの意味は繰り返すけども同じ、全く同じね、その別にその経典を残せって言ってるんじゃなくて、君たち一人一人が法を身につけなさいと。それが法の相続者ね。父親からお金を相続されたってそんなものはすぐなくなってしまう。しかしそうじゃなくて、誰もを相続されるってことは別に、はい、じゃあ例えば、まさきさんカイラスの誰も相続しますとか言ってカイラスの30冊ぐらい渡されるんじゃないよじゃなくて、例えばまさきさんならまさきさん自身が一生懸命修行して、その本に書いてあること、あるいは修行で目指す点を一つ一つ身につけていくと。その中の例えば半分でも身につけたら、私はカイラスの財産半分相続しましたってなるわけだね。これが修行者の相続。だから知識を、知識だけは、知識は大事ですけども、それだけでは、皆さんが誰もに出会った価値というのはあまりない。そうじゃなくて、その一つでも二つでも三つでも自分のものをすると。いつも言ってるけど、生きた歩く入菩提行論。あの、いつも冗談みたく歩く入菩提行論になれとか言ってるけど、あの、それ第一段階では、まだ身についてないけど、口からパッと出ると。すぐそれが浮かぶと。これは第一段階の歩く入菩提行論ね。うん、つまり、何かあるとすぐに、これ入菩提行論じゃなくてもいいんだけど、まあ例としてね。入菩提行論だったら、入菩提行論を徹底に読み込んだことによって、何かあると入菩提行論出てあることもパッと出てしまうと。これは歩く入菩提行論第一段階。うん、第二ステップがある。第二ステップは、もうそれが完全に身についてる状態。つまりその言葉ではなくて、入菩提行論で理想とされる人物像に完全になってる状態ね。つまりそれは言葉では何も言わないかもしれないが、現象を見て、あれ、あの人まさに入菩提行論だえ、あの人ずっと見てたけど、入菩提行論の通りの生き方してるじゃないかこれ素晴らしいよね逆にね、ここまでいかないとあんまりっていうか、その意味はない。これは何でもそうだよ。バガワットギーター素晴らしいと、それは素晴らしいでしょ。しかし第一段階、何かあるとバガワットギーターの教えがパッと出てきて口から出ると。これは第一段階の歩くバガワットギーター。そうじゃなくて、まあよくあのラマクシナの弟子たちの中では、ラトゥーね、あのアドプターなんだっていう人が、まあ、まさにギーターに出てくる理想の人物のようだったって言われるけども、それくらいに言われるぐらいに、あの人見てるとギーターを思い出すとかね、あの人見てるとまさに、まあこれはもしかするとバイブレーションもあるかもしれない、あの人見てると本当に聖なる教えのなんというか、フィーリングが蘇ってくるとかね、そこまでなれたら素晴らしいね。はい、じゃあちょっと長くなってるけど、でそのための、やり方はまさに燃焼値なんだね。でこの第一段階がまさにこの燃焼値の教え、つまり、まあこれは単純な話なんだけどね、悪いものが出たんだったらチェンジする、チェンジして、まあこれには自分の中にいいデータがインプットされてないとまず無理だから、だからまず第一段階でちゃんと教えを学ぶと。で、あの悪いものが出たらパッといいイメージ、いい思い、いい心の働きにチェンジすると。これがその燃焼値ね。で繰り返し言うけどさ、この燃焼値っていうのは元々の言葉は、元々の仏教用語としては、パーリ語でサティ、サンスクリットでスムリティってやつです。スムリティあるサティね、まあ記憶とか、いう意味もありますが、よくこれ現代の、ね、何度も言ってるけど流行ってるあのテーラーワードね、上座仏教系の瞑想ではサティ、まあ、これをマインドフルネスと訳していて、まあ、単純にその例えば、食べてるとかね、歩いてるってラベリングするやり方であるとか、あるいは、まあ、流派によっていろいろあるみたいだけども、ああいう系の、マインドフルネスは、それはそれでやり方としてはいいんだけど、でもここで言ってるサティってそうじゃありません。ここで言ってるサティ、スムリティっていうのは、もうちょっと実質、中身のあるものなんだね。その、例えばさ、食べてるってしょうがないですよね。じゃなくて、もうちょっと観察しなきゃいけない。あれ、俺、むさぼってないかな。だからこのここで言ってるサティは、例えば食べれてるんだったらね、さっき私、梅入ってやっちゃったけどただうまいだけじゃダメだとね、あーうまいなー、は燃焼値、あ、供養だったと、供養します、あーうまい、あ、ダメだ、供養します。でそうじゃなくて、現代で言われてるのは単に食べてる、これはね、なんていうか、自分の、なんていうか、自覚、自分自身の存在、現象への、なんていうかな、ありのままの自覚って意味ではいいのかもしれないけど、でもそれやるよりも、そうじゃなくて我々の習性、
の、長魚ね、さっきから言ってる修正を変える試み、変える修行に人生を費やした方がいいと思うんだね。だから例えば繰り返すけど、ただ単純に歩いてる歩いてる食べてる食べてるじゃなくて、食べてるんだったらさあ私の頃はどういう働きで食べてるだろうか、それもし間違ってたらいや供養だと、あら歩いてるんだったら歩いてる歩いてるじゃなくて今何考えてるのか、あるいはどういうイメージが出てきてるか、それをチェックする。あ、ダメだダメだと、今くだらないことばっか考えてたと、今日の夕飯のこと考えてたと、あるいは昨日のね誰かに対する恨みつらみを考えちゃったと、ダメだダメだと、聖なる思いに戻さないと、と、あるいはそのね内容それもチェンジしてね、昨日例えばなんかこういうことやられちゃってってその人を恨んでたら、いや違うと、これは教えもついたら感謝だと、彼こそはさっき読んだ、ね、師匠みたいにブッダの見つかりだって、私の心の訓練のために現れてくれた人だじゃないかと、なんでそんな人を私は恨んでたんだ、このセックね、これはさ何というか、何というかな、心を静かにするのとはちょっと違う、そうじゃなくてそこで大いなる心の動きがあるかもしれないが、心の手術っていうか、あの完全にその将棋に入ってるんだね、まさにそのまあよく例えとしては心という胸像を飼いならせと、胸像ね、狂った像です、まあインドのだからそういう例えが出てくるんだけど、狂った像ですよ、狂った像って大変でしょ死にますよ普通に町も破壊しますよ、狂った像、こいつを本当に飼いならせ、でもそういうもんでしょ、皆さんの心って狂った像以上かもしれない、皆さんの心の修正っていうのはもうどうしようもない、でどうしようもないけどもダルマをもってすればなんとかなる、でそれは根気強く自分の心と戦い続け、チェックし続け変えていくんだね。はい、でちょっと長くなっちゃってるけど、とにかく基本的にこの燃焼値、悪いものが出たらパッと切り替える、これがまず第一段階として必要ですよと。はい、じゃあ次第2段階、じゃあ次のところ読んでみましょうね。はい、じゃあ鈴木美希さん、はい、しかしかな、しかしそうしようとしてもその心の愛着や嫌悪や無知が消えない場合もあります。その場合には今度はそれらの悪い思いと向き合い、それらの悪い思いがいかに自分に苦しみを生み出すかというデメリットについて考察するのです。これはジュニアネヨガ的な道ですね。これに成功するなら、つまり深い知識で自分の心がそれに納得するなら、心はスパッと転換します。これは私の経験でも間違いありません。結局心というものは悪い思いを悪いと考えず、メリットがあると考えているから悪い思いに浸るのです。しかしそのデメリットを頭ではなくて深い意識で理解し納得したならば、スパッと心は変わります。はい、まあ、これは書いてある通りですけどね、つまりその別に最初の段階でそのあまり深く考えなくてもパチッと転換できるんだったらそれで構わない、この繰り返しで構わない。だからその何て言うかな、心の素直さがあってそして純粋さがあれば、実は結構無駄なプロセスいらないで修行済むんだね。何を言いたいかというと、例えば悪いものが出てきたと、でそこで芯があればね、よくわからないけど、なんでこれが悪いのかよくわかんないけど、先生が言ったから、経典書いてあるから、ダメなんだ、パシッと変えると。この素直さがあれば、別になんとも、なんていうかな、その、非常に簡単に修行が進んでいく。簡単に心は調和されていく。実際はなかなかそういかない場合がある。パシッと変えようとっても、思っても、なかなか悪い心が消えないと。あるいは悪い心が、ね、幅を利かせていると。その時の次の対処法として、じゃあ今度はその悪い心そのものに目を向け分析をする、そのデメリットを分析する。これ悪い心って言われてるけど何が悪いんだと、ね、結局どう悪いんだと。ここで悪いって言ってのは道徳的な話じゃないよ、自分に対して自分自身にデメリットが大きすぎるってことです。まあ、例えば怒りの心を持つならばデメリットがこんだけ大きいぞと。でまあ前から言ってるけど、最近では脳科学とかの話でよくネットとかで見かけるけどね、例えば人の悪口を言う、人のことを悪く考えるっていうのは、結局脳っていうのはその全て私我々がね、その他者として考えているものも自分のことして捉えちゃうから、主観的にしか捉えられないから、そのような悪いイメージあるいは悪しき思いが自分のこととして捉えてしまい、でそれによって自分自身がどんどん悪くなっていくっていう、まあ、考え方が、これはとても正しいと思うね。
この世っていうのは全て鏡でもあるし、あるいは何て言うかな、自分の心の世界に過ぎないから、うん、自分が他者に対して思った思いっていうのは、それは自分のアストラル、自分の心のイメージの世界を汚すだけだって、何て言うかな、何の誰のメリットにもならない、ただ自分のデメリットになるだけだよと。でこれを、まあ、これは一例ですけどね、これ深く考えていくと。でここに書いてあるけども、心っていうのは、あれエゴっていうのは絶対誰でも当たり前だけど幸せになりたいと思ってます、うん、じゃあなんで悪い夢が出るのか、つまり錯覚してるんです。つまりその例えばこういう時は相手に怒りをぶつけた方が幸せなんだって錯覚してるんです。だそれを教えてあげるんです。違うよとでそれを教えで教えるのがジュニアの方的にやること。つまり、教えをまずこれ言えなきゃいけないけど、教えによって分析的に、まあ、つまりまさに子供に言って聞かせる、まあ、まさにだからこれはね、子供の例えが一番いいんだね。ただ子供がいて頭ごなし言ってもダメな場合があるよね。ダメでしょと、なんでまたやんのと、ダメだろと。でその時にちゃんと連れてきて言って聞かせる、なぜダメなのか、なぜダメなのかを言って聞かせて、本当にそれを相手が理解すればやめるよね。じゃあそのデメリット、これをやるとこうなるんだよと、あんたにとって何もいいことないよと、錯覚してることけどと。で最初頭回し言われてた時はただ怖いからやらない、でもね目を盗んでやるかもしれない、でも本当にそれはダメっていうか、その自分にとって本当にデメリットしかないんだって分かったらやらなくなるよね。もちろん実際には痛い目に遭わないと分かんない場合の方が多いかもしれない。これも皆さんだと言えますよ。つまり皆さんの中のそのどうしても消えない悪しき思い、これを例えばブッダやグルや神々が皆さんの慈愛によって経験させようと思う時があるかもしれない。どういうことかっていうと、こいつ何言っても分かんないと、経験させようと、こいつが持ってる悪い要素がいかにデメリットかを経験させると、でそう苦しむと、で苦しんでやっぱりこんな思いを持つって本当に苦しみでしかなかったと、もう十分苦しみされて気づく、このやり方もあるんだね。でこれ皆さん嫌でしょ苦しみたくないでしょ、あるいは時間かかるし、なんていうかな、まあ一個一個それやってたら大変だろうと、うん、でも実際にそれは起きます。実際にはそのみんな心が甘いのでそれを経験させることはたくさん起きる。だからよくカルマの浄化とか言うけども、それにはそういうの意味では2つあるんで、1つは今さっき言った単純に過去に成した悪業を落とすためのカルマの浄化、もう1つは心の悪を、悪による苦しみを、悪いカルマによる苦しみを経験させられることで、それがいかに自分にとってデメリットであるかを実体験させられる、この経験ね。この講師はより密教的な経験、密教的な修行プロセスになるね。でそのなんていうか、ストレートにその心の、悪のデメリットを経験させられてしまうと。でそこで例えばその教えや死や神や仏陀への信があれば、その苦しみの中でなんていうかな、教えとか真実に救いを乱そうとする。それによってあやはりこの教えは正しかったと、あるいはやはりそのなんていうかな、自分が持っていたこれは全て苦しみの原因でしかなかったということを十分に知ると。これね、逆のっていうか、その応用としては、まあ、そのような祝福が来てるかどうか別にして、皆さんが苦しみの中にあるとき、これはとてもそれ応用できます。いろんな方で苦しいときに、まあ、それに沿うような教えを徹底的に学ぶと、それによって自分の苦しみを分析すると、その苦しみの原因となっている自分の心の悪しき要素を分析すると、それによってやはりこういう心の働きがあると、やはり苦しみというのは倍増するんだと、これが苦しみの原因となっているんだと、こういうのをちゃんとその納得するとかね。はい、まあ、ちょっと話戻すけども、そのような経験としてその痛い目に遭うっていう方法もあるけども、そうじゃなくてここで言ってるのは、痛い目に遭う必要もない、知恵がある、うん、知恵があれば分かる、知恵があればいかにその自分の中の、まあ知恵、ここで知恵って言ってるのは
そうだな、サラっていうのはその何の経験もなくそれができたらそれは大変な知恵者ですけど、あの皆さんには少なくとも過去の経験あるよね。過去の経験あるいは自分じゃない他者の経験、これらは一つの、なんていうかな、あの検討の材料になる。教え、そして自分の過去の経験、そしていろんな他人の経験を見つめてそれって分析する。あ、やはり例えばですけどね、人を憎む心、人を批判する心、これは自分を苦しめるだけだと、あるいはこういうような悪い思いっていうのはただ単に自分でメリットがあるだけで何のメリットもないじゃないか、それどころか、ね、自分の良い部分を破壊して、ね、大変な障害になると、なんで私はこんなことやってるんだろうと。でここで書いてあるけど、そうだな、こういうやり方が合う人合わない人、あるいは得意な人不得意な人いるかもしれないけど、本当にこれがスパスパっていったら、これは私の経験としても書いてありますけど、パッと消えます。本当にこうあんなに囚われていた、うじうじ囚われてどうしても消えなかった囚われとか、あるいは悪い思いが心をハッと、あ、そうじゃんと思ったらパッと消えるんだね。なぜかというと、繰り返すけど、心は幸福しか求めてないから、あ、それ錯覚だったって思った段階で消えちゃうんです。これがここで言ったやり方ね。でそこまでいかなくても、つまりパッと消えるくらいまで心は納得しなくても、とにかくその分析によるデータを入れてあげることで弱まることは確かだね。心のその錯覚みたいなものがまた修正で出るかもしれないけど、少なくとも弱めることができるかもしれない。あるいは瞑想っていう意味で言うならば、その瞑想してる時に、そのような悪しき思いがなかなか消えない時に、そのデメリットをしっかりと分析してあげることで少なくとも瞑想の間消えるかもしれない。これがこの2番目の、悪しき思いのデメリットを分析するっていうやり方ですね。はい、じゃあもうちょっとだけいきましょうかね。じゃあ村上さん読んでください。しかしそれでもダメな時は無視するのです。この場合はそれらの雑念や悪い思いを消そうとしてもいけません。徹底的に放っておくのです。これはちょうどいたずら好きな子供がちょっかいを出してきても無視し続けることと似ています。いたずらっ子は追い払おうと思えば思うほど喜んでさらにちょっかいを出してきます。しかしこちらは完全無視し追い払おうとさえもせず放っておくとつまらなくなってどこかに行ってしまいます。はい、まあ、これは読んだ通りですね。第3段階無視第1段階チェンジ、第2段階、その悪に悪しき心に焦点を定め分析すると。分析してもダメだったらもう徹底無視ね。これがこの子供の例えね。子供っていうのはいたずらっ子っていうのはわー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 ちょっかい出してきて、あっち行けあっち行けって言ってもやればやるほど面白がってやってくると。で無視してたらもうつまんねえと言って行っちゃうんだね。でこれも実際あり得ることなんだね。これは雑念っていう意味で言うと、瞑想してるといろんな雑念が湧いてくると、ね、これを何やってもダメだと、ダメだったらもう無視すると、まあ、これは非常に全的なやり方だけどね。これはこれでまあテクニックとしてある。とにかく追い払おうともしない、このやり方をする場合はね、ただひたすら無視と。これは第3段階ですよと。はい、じゃあ次も行きましょう。あ、もちろんこれはあの現象っていうかな、その日常の生活においても、同じね、その日常においていろいろ出てくるものを分析してもダメだと、あるいは燃焼値もなかなかできないと。そういう時はもうまさにシャンティデーバーが言ってるように、シャンティデーバーは木材になれって言ってるよね。そういう時は一切悪しき思いが出そうな時、それを燃焼値とかでバッと断ち切れればいいんだけど、断ち切れない時はもう木材、イメージですけどね、うん、木材あの何度も言ってるけど、昔あのね、このニューバー映画の解き始めた時にあのカイラスに来てたある生徒さんがね、うん、たまにこうみんなでワッハッハッと話してる時にいきなり木材とか言いましたあのみんな、あーなんか今悪い思い浮かんだんだね、いやそうなんです、木材別に木材ってアピールするしないんだけどでもそ気持ちとしてはそういう感じ、ね、うん、どうしてもダメな悪い思いが出てどうにもならない時は、まあ変な話ですけど、あのストップ自分はまるで木材のような無機質なものにポッと変えちゃって少なくともその無視すると、うん、こんなやり方がありますよと。はい、じゃあ次、
はい、じゃあ豊田さん読んでください。しかしそれによっても消えないときは今度は集中観察です。これは2番目のやり方とは違い、その思いそのものの仕組みを観察するのです。この場合、その思いの原因が分かっただけでズバッと消える場合もあります。すぐには消えない場合も、この集中観察によって曖昧な形で生起している煩悩の正体が暴かれ、煩悩は長時間は持続できなくなり、また逆にそれによってより深く心の本質、仕組みを理解できるようになります。はい、ちょっと時間がなくなってきたんでパッといきます。まあパッといくけど、一応はこの文はもちろん非常に深い文です。深い文だけど、まあ今回はねちょっとパッといくけども、ここはまあそうですね、2パターンあります。2パターンっていうのは、まず第1パターンは、その今出てる心の観察です。その今出てる何というかな、悪い思い、あるいは悪いというか雑念、その他を観察すると。でここにも書いてあるけども、その観察してその根っこみたいなものが見つけられた時、パッと切る場合がある。ただこれはね、実際は深い話です。深い話っていうのは何というかな、相当な精神集中力、相当な瞑想の力がないとそもそもこれはあんまりできない。相当な、まあつまり深い意識に入ってそこにぐーっと集中観察しなきゃいけないんで、それやってるとあれって感じで、そもそも、まあ、これ何回か言ってる一つの例ですけどね、例えばこういうものがいつも出てくる、こういうものが出てくる、でその思いのさらに奥に何かあったぞと、あれもっと奥にも何かあったぞと、まあこれはまさに実践心理学みたいなもんだね。誰かから言われる心理学じゃなくて、自分で自分の心をそのまま見つめると、そうやってぐーっとまさに深く潜るように潜っていくと、あれこんなのがあったじゃんと。それは小さい頃の思い出かもしれない、あるいは何かの時のなんていうかな、心の傷かもしれない。あ、これだったので、面白いんだけど、見つけただけで消える場合がある。変なんだけど面白いんだけどね。あ、これだったの、あの時のこれが全部の原因で、見つけただけでパッと消えるんです。でそれ以降起きなくなるんです。これもあるんだね。で消えない場合もある。消えない場合はさっきのジュニア大学との応用で、深い意識にてそれを分析する。こんなことにとらわれても意味ないんじゃない、それでパッと消えれば、これがパターン1ね。パターン2は、そのようなどういう原因ですかとか、どういうものがありますかじゃなくて、仕組みそのものが理解できる。あ、こういう心ってこういう仕組みなんだなと、これが理解できるだけでパッと消えればいい。あるいは消えなくても、なんていうかな、あんまりそのそこから出てくるものに惑わされなくなるかもしれない。これがまあちょっと高度な話ですけどね、深い世界における、まあ、なんていうかな、心の観察、あるいは心の仕組みの観察ね。はい、これはそうだな、現実世界で日々それを行ったら難しいかもしれないけど、まあ、これは繰り返すけど、だから基礎的な修行を繰り返し、あるいは、もちろん徳を積むとかも含めて繰り返し、あるいは瞑想を深めていって、まあまあ、だんだんできるようになる、プロセスだね、これはね。はい、じゃあ次、じゃあ三島さん読んでください。しかしここまでのことをやっても全くダメな場合は、もう最後は歯を食いしばって強引に悪い思いを抑え込めとあります。これは大変実践的な教えですね。舌を上顎につけるというのはヨーガでいうナボームドラーと同じで面白いですね。はい、諸葛様も面白いね、もうオチみたいなのを作るあんななんか深くなってって4番目で非常に深い話ができて、それでもダメだったらどうするんですかと、歯を食いしばって抑え込むとでもお釈迦様ってそういうなんかやっぱりそのなんていうかな、最近はちょっと否定されがちの根性論的なとこあるんだ結構ね、お釈迦様って、もう根性で耐えろとか最後は歯を食いしばってその悪しき思いに打ち勝ってとかね、舌を上につけるって面白いね。これはヨガではナボームドラというそのムドラ、エネルギーをね上昇させる技法の一つとして、舌を上につけると。でこれ仙道でもあるんだね。仙道ではいわゆる小終点、エネルギーを回すときにこう舌をグッと上につけることでエネルギーを回りやすくするというやり方があって、で仏教でも同じようにこう舌を上につけろって言って、非常に面白い。まあヨガではもちろんさらにこれを進んで舌を切ってガーッて鼻の穴に入れちゃうケーチャリームドラって言われるけども、まあ、そこまでする必要はないけども、
舌を上につけて歯をくじばって、もうとにかく最後はもう根性で意志の力、ここまでしてもどうしようもないんだったらもううわーって止めるしかないともうとにかく何があっても最後はもうね、全力でそれを止めろと、まあ、非常に実践的というよりは、まあ、現実的なお釈迦様の教えですね。はい、これもだから瞑想中もそうだけども、あの現実世界でもそうだね。現実世界でもまあこれはあのなんだっけ、まあ、さっきのその、木材になるとかもそうだけども、あのナグマーシャヤとかも思い出すね。ナグマーシャヤも皆さん、ナグマーシャヤって皆さんあの読んだことない人もいるかもしれませんが、ナグマーシャヤって素晴らしい聖者なんで、まあ、カイラスの聖者の生涯で載ってるので、ぜひ読んだことない人は読んでほしいと思うね。読んでほしいと思うけど、多分ね最初読んだらびっくりしますなんじゃこりゃと何度か私も勧めてよく出る感想が、ここまでですかと先生ここまでですかと、いやここまでですここまでかみたいな、すごい人だった、うん、でまあ一つの例として、あのその人はやはり年少知のすごい人で、あのちょっと悪い思いが浮かんだり、ちょっと神から心外れた時にもう、まあ、燃焼地の意味もそして、罰の意味も含めて、そこら辺にあるレンガとか石とかをバッと手に取ってガンガン頭を殴りつける、もう 血だらけになってきて、で法友たちが慌てて止める、うん、例えばある時その友人が家に来たと、まあ、そのナグマシアってすごく奉仕が好きな人で、誰かが家に来たらもう心から奉仕をしてね、いろんな食事を出したりいろいろ奉仕するの大好きな人だったんだけど、あると友人が来て小奉仕をしてたら、いきなり投げましたよレンガを取って頭を殴り出したの、うん、で友達が何をするんだって止めたわけだけど、でそこで投げましたよ泣いてね、私はまだ悪しき心から解放されていないってこう泣くんだけど、多分その友人なんか湧いちゃったんだよねでもすごくそれは純粋なあの話でね、うん、ちょっとでも例えば自分が理想から外れたらもう許せないと、あるいはその外れることが許せないと、それを抑え込むために、あるいは罰としてもうひたすら、まあこれみんなやんなくていいですよちょっとみんなこれやったらなんていうか、あの頭がいくつあったらカイラスとしていつも頭から血を出してまあやる必要はないけども、でもこれぐらいのなんていうか真剣さね、あれこれぐらいのなんていうか、熱意が必要ですよと。はい、じゃあ最後ちょっとまとめのとこ、読んでもらいましょうかね。じゃあ、まどかさんのお母さんもう一度簡単にまとめましょう。日常生活において、あるいは瞑想中に意味のない雑念や悪い思いが生じたとき、1、正しい思いに心を向ける。2、それでもダメなら悪い思いのデメリットを考える。3、それでもダメなら無視する。4、それでもダメなら心の仕組みを観察する。5、それでもダメなら歯を食いしばり、ナボをムドラーをして強引に悪い思いを抑え込む。大変実践的で利益になる教えですね。頑張りましょう。はい読むのうまいですかはい、はい、じゃあこれで一応ここは終わりですね。はい、じゃあだいぶ時間過ぎちゃったんで、一応じゃあこれで終わりにして、じゃあ、まあ、今日の話の内容でもいいし、他の関係ないのでもいいので、最後に質問があったら質問を聞いて終わりにしましょう。はい、じゃあ何か質問等ある人ですか。特にないかな。はい、じゃあ特になかったら、札幌何か質問ある人ですか。札幌大丈夫です。はい、じゃあ仙台何かありますか。仙台大丈夫です。はい、じゃあ大阪何か、あ大阪横浜何かありますか。横浜大丈夫です。はいはい、じゃあ最後にまた一曲歌を供養して終わりにしましょう。じゃあ森永さん何かリクエストですか。マハムニ、はい、はい、マハムニに捧げる歌いきましょう。
では最後にあうの3回唱えておりましょう。はい、あはい、じゃあ終わりましょう。